皆さんこんにちは、オニーカレーです。今回は SB のカレー粉、通称赤缶を使って出汁の旨味を効かせたスパイスカレーをお手軽に作っていきます。どちらかといえばスパイスカレー初心者向けのレシピですが、経験者もカレー粉の良さを再確認できると思うので、ぜひご覧ください。まずは鶏肉を一口大、気持ち大きめにカットします。皮目を下にして切り、皮が苦手だったらカットした後の方が剥がしやすいです。カレー粉はメインの調理だけではなく、鶏肉の下味をつけるのにも使います。カレー粉にみじん切り、もしくはすりおろした生姜、少量の塩コショウ、軽く揉み込んで下味をつけます。鶏はもも肉でも胸肉でもいいし、他に豚肉を使っても OK。冷蔵庫で1時間ほど漬け込んでおきましょう。まあ鶏肉の出番が来る頃にはいい具合になってます。カレーのベースになる玉ねぎを切ります。2人前だったら中サイズのものが1つあれば十分。薄切りでもみじん切りでもお好みで構わないですが、縦と横それぞれ半分に切って、そこからスライスするのがお手軽かつサイズ的にもおすすめです。鍋か深さのあるフライパンにサラダ油を入れて強めの中火で温めます。十分に加熱したら玉ねぎを加え炒めていきます。一つまみの塩を加えると玉ねぎの脱水を流せていい感じ。基本は放置、時々かき混ぜながら焼き付けるように炒めるイメージで、差し水で鍋の温度を下げながら炒めると焦げを防げます。これくらいこっくり茶色に炒められたらグッド。カットトマトを用意、果肉を潰しながら余計な水分をきっちり飛ばすイメージで念入りに炒めていきます。生のトマトは扱いが面倒な上に味がばらつきがちなので基本使いません。こんな具合にねっとり炒められたら OK。 一旦弱火にしてカレー粉と塩を加え、さっと炒め合わせます。火力が強いままだとカレー粉を焦がしちゃうので、必ず弱火あるいは火を止めて加えましょう。下味をつけた鶏肉を投入して再び強めの中火で炒めます。ここでは表面が白くなる程度軽く炒め合わせる感じで OK です。水を加えて火力は再び強めの中火に。そして今回出汁缶をプラスするのが、市販の出汁粉末と鶏ガラスープの素。より本格的なスパイスカレーを作る場合は昆布や鰹節などから自分で出汁を取るけれど、お手軽に美味しく作るときは出汁粉末を利用しちゃうのもあり。煮立ったら弱火に下げて、醤油、お酢、そしてあればベイリーフを投入。
軽くかき混ぜたら蓋をして7分ほど煮込んでいきます。時間が経ったら蓋を開けて完成ですが、もし持っていればカスリメティを加えてさっと加熱しましょう。味見をしてぼやけた感じだったら塩を少し足して調整します。カレー粉を使った簡単調理でもここまで本格的で美味しいカレーができちゃいます。ぜひお試しを。2皿分の材料です。4皿分はこちら。それではまた別の動画でお会いしましょう。